中の仕事完了して、スクラップを今から切りに行きます。今日は岸和田の山奥ですね。すでに刺さっとるんで、それを差し替える、前の差し替えと一緒ですね。まあ、今回はちょっとやり方が違うんですけど、まあはい、今もう完了してるやつを抜いて、でまた他のやつを刺すってやつですね。今日はね、暑いっすね。トラック乗ってるとポカポカ陽気で、外出るとね、結構寒いんですけど、トラック乗ってるとね、火当たるでしょう。で、風がないから、その直射日光のぬくもりだけが、ね、降り注いできてね、ポカポカ陽気です。テローリオ、いいですね。南港にコモンズがあるんでね、フェラーリはよう見るんですけど、まあ、乗ったことないですけどね、なんていう方のフェラーリか分かりません、もう全く分かりません。もうなんかとりあえず何千万かする高い車です。はい、それではえっちらおっちら向かっていきます。はい、とりあえず高速を降りてまいりました。ええ天気でめっちゃ眠くなりますわ。差し替えが終われば終わりであってほしいんですけどね、まだなんか仕事あるかな、ないことを願いたいな。よいしょ、巻き込みよし。ですけどね、なかなかもう厳しいやろな。早そうな感じやな。まあ僕大型乗ってたりだって、まあ、ZRX の1100っていうやつなんですけどね、面白かったですよ。大型の割によう曲がりますしね、あれペタ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 、2年乗ったかな、25万で走行5万キロで買って、んで2年乗ってどれぐらいやろう、5万5千6万キロも多分いかんぐらいかな、2年乗って、そんでまた25万で売れたんでね、まあ車検代だけと、まああとちらほらクラッチとか修理したりしたんで、その分だけで乗れたから、まあお得やったなと思って。でまたね、ちょっと調子悪いやつ自分で安で買うて自分で直して乗りたいなと思いますけど、なかなかね乗る時間もないですしね、乗るにしたってね、もうね怖いんすよね。なんかもう昼間乗る分には全然いいんですけどね、朝方とか乗るとね、こう身を見てない人とかがねたまにいてるんでね、怖いんですよ。いかんせん事故とかがね。で僕なんでバイク降りたか言うたら、通勤途中で僕帰りなんですけど、あのね3回事故見てるんですよ、帰りだけで。で1回はもうね、なんかだいぶ事故ってて、2回目3回目もそこそこ事故ってて、ちょっとこれこんだけ立て続けに事故見たらやばいなと思ってね、怖かったっすわ。
でもそこからもう子供も生まれるし、ちょっともうバイクは一旦降りようとなったんですけどね。まあそんな大型というか、まあ大型乗ってて、でまあそれ打って、その後どないなったっけな。まあ結構 2,3 台僕一緒に持ってたんですよ。 ZRX の1100と、あとは川崎の KDX の125っていう、あのフルサイズのオフロードのツーストのやつ乗ってたんですけど、あれは面白かったですよ。ほんまにめちゃくちゃ速いですもんね。これほんまに 125cc っていうほどの加速しますから、まあ、アクセルパッカパッカ上げて走ってたら、ベアリング、クランクベアリング焼いてエンジン潰しちゃいましたけどね、2回2回とも修理しましたけど、もう2回目はもうええわと思って、もさすがに修理せずにもう部品通りで売っちゃいましたね。もういや早かったな。ここにいきなりステーキの店ありますけど、いきなりステーキ自体ちょっと行ったことないですよね。やっぱステーキが美味しいかな。ちょっと行ったことないんであれなんですけど、まあね、ステーキそんなに肉が好きっていうわけでもないんで、まあ、特別食いたいかって言われればそうでもないんですけど、だいぶ山の方が登ってきましたね。あ、やっと明日キャビンのブッシュの修理入れます。まあおそらく仕事だと思うんで、仕事終わってからお昼ぐらいからかな、お昼ぐらいから日野に缶詰ですわ。前3ヶ月点検と修理行った時に終わったの5時半とかやったかな、6時ぐらいやったかな。ヘトヘトなりましたよ。で、ね、待ち合室でね、横になれるところとかあったらいいんですけどね、ないんですよ。昨日は直立の椅子しかないんですよ。で、なんか寝させていただきたい。待ち時間長いんであれば横になりたい。ソファーでそのまんま一人掛けのソファーというか椅子でこう横にペタンってなるやつがねあればいいんですけど、ないんですよ。それが何しようかな明日。行きます。途中でねうっすら狭なるんですけどね、まあまあ別にどうってことはない道なんで、片側1車線ずつあるんで全然大丈夫ですね。何してんねんこいつ。いましたか今の。この2トンのトラックの前にフィットがおったんですけど、直進車線から無理くり右曲がっていきましたよ。和歌山ナンバーでしたけど、道知らんにしても U ターンせえへんね。
ですけどね、四角屋は狭いわでね、ちょうど対向車が来たらね、おっと危ない、おっおっ、毛がね、ちょっと狭いんでね、おっってなるんですけどね。車線ずつあるんで、全然大丈夫です。タイミング悪い、タイミング悪い、うわ、ここもちょっと狭いっちゃ狭いですけどね。一車線が乗用車1台分しかないんで、狭いな、狭いんですけど、まあ、ほぼほぼ対向車来ませんからね、ここはね、あの道の真ん中走らないと、あの左寄ろうもんならミラーが根こそぎいっちゃいますので、センチぐらい下手し積もってたんじゃないかな。僕通った時はそれぐらい積もってて、びっくりしましたよ。中に大型が入ってて、それがちょっと荷下ろしするんで、ちょっと待っております。まあ10分ぐらいかな、15分ぐらいかな。もうすぐ終わるって言ってましたからね。とりあえず待機いたします。はい、今からそしたら抜いていきます。
べらんやろな。一応まあちょっと後ろがよいしょ、はい、 OK でした。はい、引き上げてまいりました。以上、差し替えもスッと終わって何の問題もなく終わりましたね。よいしょ、もうちょいこっちか。ふぅ、中は何やろうな、なんかめっちゃ重たいな。16時50分、4時50分、いいですね。いつもこんな感じで毎日早い終わってくれたらいいんですけど、まあ今ねちょっとね暇な時期なんでこんなもんですわ、終わるのは。あー、綺麗な夕日だな。
ちら帰っていきます。はい、とりあえずもうこれで仕事は終わりとのことです。いや重たいですね、相変わらず。明日ね、お休みになっちゃったんでね、休みの日に修理行くん嫌なんですけども、早よ修理行きたいからもうしゃあないですわ。明日朝から修理行ってみます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。